はい、大阪府豊中市にある坂野整体院です。本日は、変形性膝関節症、変形性股関節症の歩き方ですね。歩いてて痛くなる人の特徴について一つお話しさせてもらいます。まあ、パターンがあるんですけど、歩いて痛くなる人に、最初が痛い人とか、途中から痛くなってくる人とかですね。で、最初と途中がちょっと楽で、最後が痛いっていうふうな、いろいろまあパターンはあるんですけれども、今回は最初はまあそうでもないけど、歩くほどにどんどん5分、10分、15分とかね、歩く距離が伸びるほどに痛みが強くなっていく人。で、ちょっと休んだり途中で休憩入れたりすると、また少し歩けるようになるような人。っていうのを対象になぜそうなるのかっていうのと、ちょっとね、どうしていけばいいのかっていうことをお話ししていきます。で、そうなっちゃう原因なんですけれども、まあ、考えつくのが骨の変形ですよね。で、軟骨のすり減りで炎症で半月板が損傷している膝の場合ですとプラスですねというようなところを考えられるんですけども、これは違って、やっぱこういうのには痛みの原因ではないし、神経や、血管が通っていないので痛みが出ないということなんですよ。で、じゃあ何が原因が出ているのかっていうと、これもお話しさせてもらっているように、いつも筋肉なんですね。筋肉が硬くなる、動くことで硬くなって疲労するせいで、そこで5分、10分、15分、これはまあその人の負担のかけ方によりますけれども、でそこで痛みが出るとか、まあ、歩き出す前の状態ですね、筋肉の状態によりますけれども、そこで負担がかかって痛みになっている。で、休むこと、ちょっと少し休むことによって筋肉が少し、硬さが緩和されるので、またちょっと歩けるけれども、さっきのダメージが残っているので、またすぐ歩けなくなる。っていうのを繰り返しちゃってるんですね。で、筋肉っていうのは、まあ、硬くなると縮むわけですよ。で、伸び縮みがどんどんできなくなっていくわけなんで、どん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 この自分のこう歩こうとする前に力、脳の指令に対して筋肉がついてこれなくなって、やっぱり痛みが出るわけなんですね。こう縮んで本当はここまで伸びたいのに伸びれないから無理やり伸ばそうとして、やっぱこれが痛みにつながるわけなんですよ。プラス、筋肉がギュッて硬くなることによって、やっぱ中に走ってる血管っていうのも細くなるんですね、締め付けられて。で、血管っていうのは酸素を吸い込んで、その酸素を細胞のこの筋肉とかの栄養として、こう血液に乗ってこう筋肉に流れていく働きもあります。その血管自体がぐって狭まってしまうと、まず筋肉を回復させるような栄養分がこう滞ってしまう、来なくなってしまう、来る量が減るっていうことですね。プラス、血液に乗ってこう老廃物ですね、とか痛みの物質っていうのは外に排出されていくんですけど、その効果も弱まってしまう。つまりそこの筋肉に対して痛みの物質や、まあ、例えば疲労物質とかやっぱり乳酸とかですか、あんなんが溜まりやすくなって回復も遅くなってしまうっていうようなことが起こって、で回復はやっぱ他の人に比べて起こりづらい、常に硬い人はそういうような状態になってしまいます。まあ、なのでこういった痛み方が出ている人たちは、その骨の変形を疑うのではなくて、筋肉の状態を疑ってまず欲しいんですね。で、骨の変形の場合ですと、まあ、最初の1歩目からこう当たってるわけですから、動くときからもうこう巻くとか、そういうような軟骨ないって言われてるような人たちは結局最初から痛いんですよ、まあ、動けばずっと。でも結構その、まあ、今回お話しさせてもらう人の中の話だと、最初はそんな痛くない、どんどん痛くなるとか、最初全然痛くないけど5分とか過ぎると痛くなるっていう人たちは、痛くなかった期間っていうのはどうなってるのかっていうと、やっぱりぶつかってるんですよね。骨は半月板もやっぱり損傷してますし、でもここ痛くない期間があるっていうのは、ここの部分は筋肉はまだ比較的にこう頭の指令に対してまだギリギリ動けてるけど、5分とか過ぎてさっきの状態になってどんどん硬くなってくると、ここら辺ぐらいから怪しくなってくる。で、動けなくなってきて、どん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 これが痛みになってくる。もう無理ですよって筋肉が脳に対して指令を送ってるわけですね、痛みとして。で、休んでちょっと休ませるとまたちょっと動けるようになるけど、やっぱもともと硬い人なんで、ちょっと休んだぐらいでは完全には回復しないので、すぐ動けなくなる。こういうような状態を繰り返しているので、まあ、骨に対する治療ですね、湿布貼ったり薬とか注射とか、そういうことをして全然その歩く距離が伸びていかないっていう人は、ちょっとね、視点を変えて筋肉を緩めるような、治療ですね、とかストレッチとか、そっちの方を重点的にやってあげるようにしてください。で、筋肉が硬くなってしまう原因、歩いてるときに一番そこを筋肉硬くしてしまう原因っていうのがあって、このそれは歩き方なんですね。歩き方が悪いことによって、やっぱり他の人に比べて同じ場所、痛い人っていうのは同じ場所にばっかり負担をかけてしまう傾向がすごく強いんですね。特に悪い場所にガンガン負担をかけていく。だからそこの筋肉が他の筋肉よりも何倍も早く疲労してしまうんですよ。それをやって、
しまうことによって、もともと弱っている筋肉をさらに弱らせてしまうので、これが歩けなくなる最大の原因になってしまうので、まずこの歩き方をですね、改善していってあげる。プラス、それと並行して筋肉を柔らかくしていくような治療ですね、筋肉の治療を入れてあげることによって、歩ける距離は5分から10分、10分から15分、15分、20分、30分、1時間と、痛みがなく歩ける距離が伸びていきますので、まあ今ね、そんな継続、長い時間は歩けないなと思って悩んでいる人は、一度そういった治療っていうのを、こう、専門のところで受けてみるとか、まあ、自分でストレッチしてみながら歩き方を変えてみるっていう方法で、取り組んでみてください。では、チャンネル登録もよろしくお願いします。